シーリングスタンプのヘッドの私流の収納方法ですね。私200個のヘッドを持ってまして、赤い工具箱の1段目に入ってるんですよね。なので今の時点で赤い工具箱に何が入ってるのかちょっとまとめてみたので動画にしてみました。ちょっと横向けで縦向けで蓋を開ける。蓋を開けないと引き出しが開かないので、引き出し1段目はヘッドが入っています。ここにですね、よく見ると200個入ってるんですよね。こんな感じで結構重いんでね、工具箱に慎重に入れてあります。で2段目ですね。2段目はショート動画でもやったと思うんですけど、はい、スタンプの山ですね。シーリングスタンプ5ヶ月分がここに眠っていて、日々ですね、どのスタンプ押したっけって、どういう感じで今日は押そうかなと思いながら、ここ触りながらいろいろ考えてやってますね。ということで、拡大。で、端っこに、工具箱の端っこになんかついてないですか？こんな感じでついてるんですね。磁石でくっつけてあります。こっちの左側の工具箱のポケットのところには、グルーガン。そして、エンボスヒーター。動画で使ってるやつ。で、もう一個、グルーガンですね。で、これはね、こんな感じでグルーガンなんですけど、白いプラスチックのやつ。これ、100均で売ってた磁石でくっつくやつですね。このくっつくやつを、もうこのままパンと貼っちゃって、その中に収納したら、私なりに楽でした。あんまり片付けうまくないんで、こういう感じです。パッと出しやすい感じが一番今のところいいかなと思ってますね。で、反対側にも磁石くっついてるんですけど、こっちがですね、よくなくしがちな電気炉専用のスプーンが入っております。専用のスプーンなので、なくしちゃうとね、なんていうの、一緒に普通のスプーンと一緒に入れとくとですね、わからんくなるので、ここで確保しておきます。確保したら見つけやすくなったので、ここに入れてありますね。で、その奥がですね、三角トレイが大量に入っております。三角トレイ最近教えてもらって使ってるんですけど、これがですね、ほんと使いやすいの。ちょっとだけね、ワックスを入れたい時とか、ちょっと失敗したやつ入れとくのに便利なんでね、置いておきます。では蓋開けていくんですけど、こんな感じですね。で、一番上のところは後でね、紹介しようかなと思いつつ、なので2段目ですね。ヘッド200個どうやって保管してるのってちょっとやってみたかったので、やってみますね。上から見たらこんな感じなの。めっちゃヘッド、お気に入りのヘッドを1段目に入れてありますね。こんな感じで。で、1段目出すと2段目が出てきます。1段目これ、100均で売ってたクリアーなトレイの上に乗せてるんですよね。ちょうどシンデレラフィットしてるので買ってあるんですけど、で、これが2段目ですね。2段目のヘッドがこんな感じで入ってて、3段目、あんまり使ってないヘッド。こんな感じで入ってますね。で、これがですね、3×4、12個のトレイを買ってあります。100均で売っててちょうどよかったの。こんな感じで1段目にはお気に入りのヘッドを並べてニヤニヤしつつ、2段目も結構使うヘッドを入れてますね。こんな感じで形がバラバラだったり、もうその日の気分で変化しちゃうんですけど、こんな感じで、もう一個の段はですね、当時買ってたけど今は使ってないペラペラ系のスタンプヘッドですね。で、お隣さんも行きましょうか。お隣さんもこうやってヘッド入れておきますね。2.5 センチのヘッドがちょうどいいサイズで入るんですけどね。で、こっちはちょっと変わった形の、あんまり使ってないヘッドだけど、たまに使うヘッドみたいな感じ。いや、好みってやっぱ分かれちゃうよね。で、ここの段はですね、まだ何も入ってないから、まだヘッド変えるみたいな謎のね、安心感ありますね。なんだろうね。で、こっちもちょっとお気に入りの、次どれ押そうかなと思いながら考えてやってるやつ。で、もう一個ね、こっち。これもペラペラ系が多いので、あんまり使ってない感じかな。で、そこにね、まだ入れるので、いや、まだヘッド買えるよねっていう謎のね。いや、もう買わない予定ではいるよ。あ、これダイソーさんのヘッドですね。ダイソーさんのヘッドを立てておくぐらいの高さがちょうどあるので、ほら、こんな感じで立てておいても、引き出しが閉まる高さですね。ということで、1段目はヘッド200個入ってました。こんな感じでね、ちゃんと整頓しないと閉まらない、ちょうどシンデレラフィットですね。こんな感じ。で、下の段はですね、はい。これですよ。スタンプ、いっぱい押したスタンプをこうやって置いてあります。で、日によって、どれをスタンプ押すとかいろいろ考えながら開けてニヤニヤ。で、上の、一番上の段ですね。一番上の段にも、これはですね、シリコンマット。シーリングスタンプで使うシリコンマット、可愛い柄があると、なぜか買ってしまうということで、なんか、今見てるとめっちゃ持ってるやん、私って感じですけど、こんな感じで持ってますね。でもさ、これね、ミニチュアです。ミニチュアのシーリングスタンプも買ってあったの、今思い出した。あ、これ200個以上いくんちゃうと思ってるんですけど、まあ見なかったことに。で、これ隅っこグラスですね。これカイロなんですけど、冬はね、ヘッドを温めるためにいつも活躍してくれました。こちらがね、容器なので、なんか、ごまごましたやつ。で、これが、フレームですね。めっちゃフレーム持ってるけど、黙ってたけど、フレーム結構持ってるんですよね。で、はい。これ、色付けのやつとか、こんなやつで。結構、ざっくばらんに入ってますよ。トップコートが入ってたり。両面テープが入ってたりしますね。こんな感じ。結構入るんだよね。で、もうちょっと動かすと、こっちはですね、大理石とか石とかそういう、ちょっと燃えにくい素材のとか入ってたりしますね。こんな感じ。で、これがまあ使いやすいんです。また動画にしたいんですけど。こんな感じでいろいろ入ってますよ。で、最後、ここペン類ですね。ペン、色付けするためのペン、どんだけ持ってんだよって話ですけど、まだあるかな。ということで、こんな感じでした。ということで、さらっと動画にしてみましたけど、ヘッドこういう感じでクリアなケース、トレイか。100均のトレイを使って200個収納してました。ここをね、日々見てニヤニヤしてるんですよね。皆さんはどういう風にヘッドって保管してますか？よかったらコメントいただけると嬉しいですね。シーリングスタンプの収納ってね、私もめっちゃ気になってるんですよ。皆さんのどうやって収納して、どうやって管理してるのか教えてもらえると嬉しいです。でですね、下の2段目のシーリングスタンプは今後ね、どうにかしたいなって考えてますんで、いつか近々掃除すると思う。整理すると思います。長い動画でしたけど、今日も動画見ていただきありがとうございます。